カシュ、裏に回ってくれ。アイズと共に一気に踏み込め。了解です、副長。ということはだ、俺は正面から突撃ってわけか。局長自ら突撃してどうするんだ。局長はこの正面口に待機していてもらう。何？そりゃないぜ泉、自分ばっかり楽しもうってのか。いや、相手の間がつきはそれなりに頭が回るようだ。強撃に気づいたら無理はせずに引くはず。ああ、裏は歌集がしっかりと固めている。そこで正面から逃げるように私が中で誘導する。局長はそれを武士らしく正面から打ち払ってくれ。分かってるじゃねえか泉、そういうことならドーンと構えててやるよ。ああ、任せた。各隊準備はできたか。新選組である。報告は以上だ。それほどでもない。私たちは池田屋を経験しているからな。この手の屋内戦闘はお手のものだ。最近は間がつきが起こす事件も増えてきているからな。だから私たちが新選組として活動することになった。そうだろ。我が君が共にいなくても新選組の力を持ってすれば間がつきなどに遅れは取らんよ。寂しいだと？何を突然。卑怯だぞ我が君。私は弱気なところを出さないようにしているというのに。私だって本当はだな。寂。何でもない。報告はもう終わりだ。我が君は自分の仕事をさっさと片付けてこい。うるさい。指導不覚悟で商談してやろうか。もしそこのお方、こちらにお勤めの方でしょうか。こちらに泉の神金貞様がおられると聞いたのですが。ああ、明治館ではなくお花見衆にいらっしゃるとお聞きしております。おお、気配が変わりましたな。刀すら持たぬ老体をそんな警戒することありませぬよ。ああ、なるほど、あなたが今の泉の神様の主というわけですな。おや、こんな往来でどうしたんだ我が君。私に？はて、どこかでお会いしたことが。あなたはまさか。お会いするのは江戸での別れ以来になりますか。大変ご無沙汰をいたしております、泉の神金貞様。息災であったか。いえ、まさかこんな年になるまで生きながらえるとは思いませんでした。あなたは変わられませんな。相変わらず凛となさってる。ああ、この方はかつての戦友だ。はい、もっとも他の大使のように誠に準ずることもできず、今は蝦夷の方で半ば隠居をしている身です。私に会いに来たということだが、一体どうしたんだ。どうしてもあなたのお耳に入れておきたいことがありまして。我が君、申し訳ないのだが、少しだけこの方と二人にさせてもらえぬだろうか。かたじけない。
どうしたんだ我が君。そんなことはない、至って健康だ。ああ、わかった。すまない、みんな。すまない、我が君。我が君、こんな時間にどうして？それは。なぜそれを？実は。ああ、かつて新選組として私たちが最後に戦った魔が付き、多くの仲間を新選組を失って倒したそいつが最近になって復活したらしい。これは私の個人的な事情だ。今の新選組は他の者を巻き込むわけにはいかない。頼む、我が君、私を見逃してほしい。必ず戻ってくる。帰還した暁には勝手に隊を離れた責任を取り、腹を切るつもりだ。ありがとう。何を言い出すんだ我が君。我が君にはこの東京でやるべきことがあるだろう。そんな勝手な。分かったよ我が君。私の過去に付き合ってくれるか。だが旅は長い。我が君の準備は。最初から全て織り込み済みというわけか。我が君は本当に。優しい言葉をかけないでください。私には我が君に優しくしていただく資格なんてないです。我が君は私に新選組新しい道を用意してくれました。なのに市場でその新選組を抜け出してしまいました。結局私はまだ過去に囚われたままだったんです。天津さえそんな私のわがままに我が君まで巻き込んでしまうなんて。やはりここから先は私一人で。え？曲中ハット。新しい道の先。
君。はい、あの我が君、町に着くまででいいから手を握っててくれませんか。そんな深い意味があるわけではないんです。山道で足場が悪いから転ばないようにと思って。こんなことを言ってしまうのは飴が切れてるからなんです。なんだからな。ああ、ここがかつての新選組が行き着いた最果ての地だ。私たちのあの日の新選組、最後の敵、幕軍も新政府軍も全てあいつに飲み込まれていった。大丈夫、冷静だ。私はこいつを倒して共に明治館に戻ろう。シーが雨でも切れたのか。こんな時に何をバカな。え、わざわざ海を渡ってきたってのに俺に出番をくれないなんてちょっと釣れないんじゃないか。局長よ、隊長殿、せっかくの水入らずのところ申し訳ないが、こっからは俺たちも混ぜてくれよな。もう追っ始めちまうところだったぜ。吐血して苦しんでるのに置いてって恨み忘れませんよ。病気で苦しんでたんだったら看病してやったぞ。病気ではありません。これはただの癖です。追ってきたに決まってるじゃないですか。金貞さんの様子がおかしいのはみんな気づいてたんです。何かあるんじゃないかと思って見張っていたら案の定。一方想定外は隊長さんです。金貞さんを説得してくれるのかと思って見ていたら、まさか二人で愛の逃避行を始めるんだから。ええ、見ていましたとも。あの時からそれ以降もそれなりに心配でしたが、止めに入るのも野暮ですし、こっそりお二人の後をつけさせてもらいました。行き先がここだと予想がついてからは先回りして局長さんに連絡したり、今回は僕相当の大活躍だったんですよ。水臭いんだよ。隊長殿は連れてって俺たちは留守番、友情より愛情ってか、薄情者。そうですよ、こんなに長い散歩を自分たちだけで楽しむなんてずるいです。どうせイズミーのことだからまた勝手になんか背負って俺たちに迷惑をかけられないとか思ってたんだろ。いや、お前さては今でも思ってんだろ。勘違いするなよ。何もお前を助けるためだけにわざわざこんなところまでやってきたわけじゃないんだぜ。
俺たちもそれぞれが自分勝手な理由でここに集まったんだ。お前と一緒でな。私と一緒？そうだ、俺は今すごくたぎっている。心底嬉しいんだよ。え？あの時俺はここまで付き合ってやれなかった。今回はお前に全部背負わせちまわないで済むんだ。私も毎度病気でもないのに置いていかれるのはいい加減にゴーハラです。今回は最後までお付き合いさせていただきますよ。ここで帰れなんて言わないでくださいよ、金里さん。お前たちありがとう。お、ようやくいつもの顔に戻ったな。いや、礼を言うのはこっちだ。隊長殿がついててくれて本当によかったよ。さてと、話は尽きないけれど、そろそろあちらさんをどうにかした方がいいですね。一番隊隊長、歌手清水。同じく一番隊触覚、菊一文字乗り宗。副長、泉の神金沙だ。局長、長曽根小鉄。さあ、我が君。誠の名のもとに散り揃え。やっと陸地です。助かりました。カシューさんって船が苦手なんですね。別に苦手なわけじゃないです。地面が確かじゃないと踏み込みがちゃんとできなくて落ち着かないだけです。別のものを吐いて血を吐かない分、海の上の方が体には良さそうでしたけどね。ここを立つ時と今とで景色が随分違う気がしてな。春は春、昨日の雪も今日は溶け、つまりそういうことか。そうか。そうだな。主様、無事に戻ってきたことですし、これから皆さんで。ああ、気が緩むとすぐに吐血するんだから。カシューさん、大丈夫ですか？背中さすりましょうか？ちょっと菊一さん、私を病人扱いするのはやめてください。はいはい、カシューさんは病気じゃありませんよ。旅から帰ってきた日は無理せずさっさと寝るものです。隊長さん、僕はカシューさんを連れて先に明治館に戻りますね。ささ、おんぶするので背中に乗ってください。別に一人で歩けます。皆さんでパーッとやりたかったのに。さてと、俺は飲みにでも行くかな。局長、待ってくれ。今回のことだが、私は勝手に隊を離れた。ハットに違反した責任を取らせてほしい。腹でも切ろってのか？その覚悟はしてる。アホか。な、私は真剣に。今回のことは俺たちがケリをつけるべきことだった。それだけだ。だが、それでは示しが。どうしても罰してほしいっていうのか？だったら隊長殿が俺に一晩付き合うってのはどうだ。もちろん二人きりでな。え？そっちの方がイズミーにとっては罰になりそうな気がするからさ、隊長も勝手に出てった罰を受けないとな。心配すんなって、初めてでも優しくしてやるよ。局長、あまりふざけると指導不覚悟で罰するぞ。イズミーが腹切るところなんか見てもこっちは何も面白くないからな。
せいぜい残ったみんなに頭を下げて謝ることだな。じゃな、お二人さん。局長。はあ、まったくあの人と来たら。そうか、確かにその通りだな。その時は私も一緒に謝ろう。いいえ、出かけましょう。私たちの新しい道の先に。